本料理は出汁が命ということをよく言われますが、まあ、出汁の元になるのは水です。なぜ水が大事かと言いますと、軟水、硬水、まあ、これが一番重要なんです。日本中特に軟水なんです。特に、京都が軟水の場所なんです。水にこだわった料理をしております。すべて水を感じていただける料理を作ろうと思っております。超軟水みたいな感じを、まずはメインディッシュがお椀、ホットワーターで始まってメインディッシュの出汁でメインディッシュが来て、最後が抹茶、全部これ水が重要なんですね。煮物椀というところが一番の特徴です。なので水が柔らかい軟水だと昆布出汁がよく出る、そうすると鰹がよく効く、そうすると薄味でよくなる、そうするとこう体にとってこう負担なく、もう気持ちよくこう食することができるという。とにかく食べることが好きで入った世界です。美味しい心のこもったものを食べたいというのを思ってましたね、ちっちゃい頃から。ご縁とタイミングがあった時に自分が持ちたいと思います。で、今回ここの場所にご縁を感じたので、店を持つことを決心しました。もともとここは弁護士事務所でしたので、でそこをこうパッと見た時に、もう理由なしにもうここでしたいというふうに心が思ってしまったんです。でも、もう何の計算もなく、何のこう戦略もなく、もう心がもうここでしたいと思ってしまって。カンナを使って削った出汁が香りも味も深みも全く違うので、で朝来てカウンターのセットをして、その後もう一つさせていただいている仕事がカツオ削りでして、で生の状態が切って湯がいて燻製カビ漬けを繰り返し行ったもので、こちらは燻製で止めたものです。なのでカビはついてない節ですね。マグロ節も1年間熟成させて燻製で止めたものですので、
うですね、やはりうちが一番意識するところは、1回きりでなく、いかにこう1回来ていただいた方が2回来ていただく。何回もリピートしていただくために、どうしたら、そのためにはやはりメニューもその方にね飽きられないように、もう毎回から楽しんでいただけるようにしていきたいというふうに思ってます。やっぱ本当に一番メニューの構成に重要なのは食材なので、食材の入れ替わりに応じてメニューが変わっていきます。その時に一番取れて一番こう出汁と合うようなものを入れていくので、変わらないことと、常に変わり続けることを大切にしております。